財務省が自賠責保険の積立金を6,000億円泥棒してそれを返すために自賠責保険の保険料を150円値上げするらしいんですよこんな政府いるってことで今回はアナキズム入門ですはい今回の鶴見俊介先生は日本の哲学者で評論家政治運動家なんですねしかもものすごい異色な方なんですよね 日本の学校には満足に通えなかったのに、ハーバード大学は卒業できるっていう、どんだけ頭いいのっていう人ですね。ということで、早速ですが、今回は、アナキズム、アナキズムの復活、ヘンリー・デイビッド・ソロー、アナキズムの辿った道、などの話をさせていただきます。まず、アナキズムって一体何のことなんでしょう鶴見先生の定義はこれです。アナキズムは、 権力による強制なし人間が互いいに助け合っっててて生きていくこととを理想想すする思想だって言うんですよ人間は権力によって強制されて生きることを好まない権力によって支配される関係から自由になることを夢見ることは当たり前であるこのように同義感から見て自明のことに思える権力抜きの助け合いの社会がどうして実現しないのか このことについての認識が多くの人に自分の素朴な道義感のままにアナキズムに向かうことをため合わせる。また、若い時にアナキズムを自分の思想として選んだ人にとっても自分の理想が実現しないということの苛立ちがアナキズムをたやすくテロリズムに転化させる。でも、本来のアナキズムというのはそんな暴力的なものではないと考えておられるんでしょうね。それでは次に、アナキズムの復活です。先生はこのように言われます。 思想としてのアナキズムが静かな歌詞状態でもなく、激発して別のものに転化するのでもなく、生き続けていくためには、それを支える隠れた部分が大切だということであるっていうんですね。その隠れた部分は、個人のパーソナリティであり、集団の人間関係であり、無意識の習慣を含めての社会の伝統であるって言われるんですよ。 そこから考えていくのでないと人間の未来にとって重大な意味を持つようなものとしてアナキズムを掘り起こすことはできないだろうと言われるんですね。 そして鶴見先生はアナキズムを語る時にその象徴的人物としてヘンリー・デイビッド・ソローを取り上げられてそしてこのように言われますソローがししたこととと、同じようううな暮らしをすするる今のアメリカででは殴り殺されるだろうって言うんですね。デイビッド・ソローさんはですねアメリカの奴隷制に反対してまたメキシコとの戦争にも反対して納税を拒否したんですよ すると逮捕されて牢屋に入れられるんですよね。でその牢屋に友達が来てソローさんに君は一体ここで何をしてるんだって言うんですよね。そうするとソローさんは君はなぜここにいないんだって言うんですよ。なぜ君も牢屋に入ってないんだって逆に聞いたって言うんですね。そのソローさんがですねコンコードの森の中に丸田小屋を建てて2年2ヶ月自給自足生活を送ったんですね。その時の体験をですねこのように語ってるんですよ。 私は私の実験によって少なくともこういうことを学んだ。もし人が自分の夢の方向に自信を持って進み、そして自分が想像した生活を生きようと努めるならば、彼には平成には予想できなかったほどの成功に出会うであろう。彼は何者かを置き去りにし、目に見えない境界線を越えるであろう。新しい普遍的な、より自由な法則が彼の周囲と彼の中に確立され始めるであろう。 彼が生活を単純化するにつれて、宇宙の法則はより少なく複雑に見え、孤独は孤独でなく、貧困は貧困でなく、弱さは弱さでなくなるであろうって言ってるんですね。これが一人のアナーキストが悟ったことなんですよ。では次に、アナキズムの辿った道です。先生はこのように言われます。アナキズムの理念による革命は、近代の歴史においては成功した実例を知らない。革命の起きる時には必ず現れてその機動力となり、 革命の成立あるいは失敗後は押しつぶされて目に見えにくいところに消えていくのがこれまでのアナキズムの通った道であるだが大規模に成功したことがないとしても現代のように国家が強大になって政府の統制力が人間の生活の隅々にまで及んできている時には国家が人間の生活に立ち入ってくるのに対して戦う力を準備しなくてはならないその力を作る思想としてアナキズムは存在理由を持つって言われるんですね それでは最後にアナキズムへの要請です鶴見先生によるこれからのアナキズムに対する助言なんですよ。アナキズムの理想を踏みにじるまいとする思想を強く担う新しい官僚が現れることが必要になるだろうと言ってまして個人対国家権力でではないんですね大勢の日本人の心の中にアナキズムの火が灯る必要があるんですね。 19世紀までの科学は、たやすく決定的な世界像、歴史像を作ることを許したが、20世紀以来の科学倫理学は、そのような決定論に対して留保することを当然のこととしている。疑う権利の留保は、認識の領域としてだけでなく、政治の領域においてもより明白に守られることが必要だっていうんですね。 現在ののマスコミの報道なんかですね、正義と悪の二分法で分けておいて悪と決めつけた方がですね、悪になるようにストーリーを作っていくとかそんなやり方を許してはいけないっていうことなんですよね小さい状況に集中すればそこにはアナキズムの理想を実現しやすいそれは地域友人の付き合い個人の私生活最終的には個人のある時の観念ということになるが。 この種の対抗がアナキズムに弾力性を与える場合もあろうし逃避に終わる場合もあるしかし大きな状況についてだけ考えていくとすればどのようなアナキスティックな理念も結局は官僚的な機上地図に転化するだろうし官僚的支配の一部に取り囲まれてアナキズムとしての活力をなくすだろうと言ってるんですねつまり身近なところから始める必要があるんですねそして徐々に大きく膨らませていくっていうことなんでしょうね このような鶴見先生のアナキズムを実践できるとしたらですね平和で平等な社会であった縄文時代を体験している日本民族以外にはできないんじゃないかと思うんですがどうなんでしょうかということで今回は異色の天才鶴見俊介先生のアナキズム入門でしたありがとうございましたそれではまた次回でお会いしましょうさようなら